ドメニコスパダはイタリアのプロボクサーローマ出身2002年7月19日プロデビュー2004年11月13日ラツオでクリストファー・カラゴズと IBF 世界ミドル級ユース王座決定戦を行い3回ドクターストップによる TKO 価値を収め王座獲得に成功した2005年3月19日ローマで アンサー・ボチュエフと対戦し8回2分42秒、TKO 勝ちを収め初防衛に成功した。2006年3月30日、イタリアミドル級王座決定戦を、ルシアーノ・ロムバドリと対戦し、10回 TKO 勝ちを、収め王座獲得に成功した。2006年12月15日、ドイツハンブルクのシュポルト・ハレ・ハンブルクで、WBC インターナショナルミドル級王座決定戦を、 ムスタファカラゴルと対戦し、8回 TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。2007年3月24日のシュポルト・ハレ・ハンブルクで、エブ・ヨーロッパ連合ミドル級王者マヒラー・オラルと対戦し、プロ初黒星となる1から2の判定負けを喫し、WBC インターナショナル王座初防衛に失敗。 エヴ・エヴ・エヴ・オーザの獲得に失敗した。2007年10月19日、WBC インターナショナルミドル級王者アルパスラン、アグズムと対戦し、初回1分56秒 TKO 勝ちを収め、王座返り先に成功した。2008年4月15日、ジャメルバッキと対戦し、3から0の判定勝ちを収め、初防衛に成功した。2008年7月1日、 マリウスズ・センドロウスキーと対戦し、3から0の判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した。2009年7月11日、WBC 世界ミドル級暫定王座決定戦をセバスチャン・ズビクトを行い、12回0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2010年4月17日、セバスチャン・ズビクト再戦し、 4回の偶然のバッティングでの減点が響き、0から3の判定負けを喫し、またしても王座獲得に失敗した。2011年4月30日、ロンドンのオリンピアで、後の IBF 世界ミドル級王者で、エブヨーロッパミドル級王者ダレンバーカーと対戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2012年6月16日、 WBC 世界ミドル級、シルバー王座決定戦でマリウスズ・センドロをスキーと再戦し、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2014年4月5日、メキシコチワワ州のグランエスタディオで、セルフィオ・マルチネスの負傷で急遽設置された、WBC 世界ミドル級暫定王座決定戦を、マルコ・アントニオ・ルビオと対戦するが、 10回1分38秒小負けを必死王座獲得に失敗した。ありがとうございます。